もうクルーがめっちゃ続くな。インポスターはないようです。わしはとりあえず最初にボタンを使うのはやめとこう。真下に行って心電図を見てみよう。心動欄ピヨ7個パパビップを確認。心動欄いるかな。まだ7個いるっぽい。1個だけタスクがある。まあええか。外が広いからね。ここ外で殺されたら何もわからんし。ちょ確認できん。さ細いんよこの宝石は。おっと死んでるかな。あれ死んでる。マジ。いや今マジ。七個はね。心電図マオと俺とあともう一人いたよな。誰か。今だからこれ本当に今死んでるから。あなうな。今の現在地聞きましょう。あ、よかった。俺大丈夫か。標本室です。トリピボイラー。あれ？デビさんはいた？デビさんはどこにいました？さっきあ、そうか見えないの。ボイラーじゃねえわ。ごめん、もう一回言って、そのあの心電図の前にいた人。マオ。フルコーン、マオ、無痛です。フルコーン、マオ。ちなみに僕標本室にいるんですけど、その前オフィスで7個と分かれて標本室に向かってます。ですのでその範囲内で死んでます。パパビップ、テラゾー、7個でオフィスにいたの覚えてる？パパビップ。その後パパビップが先に離れて、7個がそこに佇んでて、僕は標本室に向かった。あ、じゃあテラゾーさん目線はパパビップさん。いや違う、パパビップは違うんじゃないかな、逆に。7個どっち行った？ん？7個どっち行った？どっちかは分かんない、その場に佇んでた。デビ様はどこにいたの？僕はウェポンにいて、ウェポンの窓から見たの。あ、俺をね。それは位置は、それは位置は合ってるかも。俺あのウェポンの入り方が分かんなくてうろうろしてた。で、パパビップさんがストレージとドロップチップの間の上ぐらいかな。だからでパパビップさん、あ、ごめんなさい、トキヤさん、トキヤさんどうぞ。俺の位置最終位置ね。ドロップチップとストレージのあの間の通路あたり。はいはいはい。で砂亀がボイラーとウェポンの間ぐらいで、パパビップさんが、ちょっと待ってくださいね。砂亀さんの声が、砂亀さん、トリッピーそこにいた、いなかったわ砂亀さん。ボイラーとウェポンの間のところぐらいだったです。で対立するんだったらこの後ちょっと話しません、トリッピー。あ、オッケーです。わかりました。俺のことを今ちょっと砂亀さんが言おうとしてたんだけど、ウェポンの左下の、タスク、なんか三角コーンみたいなタスクの近くでパパビップさんがオフィスに入っていくのを見たんですけど、パパビップさんは砂亀見ました？砂亀さんは見てない。俺この四角のサウスの S ぐらいのところにいた。僕もパパビップさんとすれ違ったわ。ウェポンに砂亀がいたの？いや、ウェポンじゃない、ウェポンの右手のところのタスク。フルンコンマオムツがどこから心電図に来たのかはかなり重要なので、この後言ってほしいです。はい、じゃあ僕落ちます。はい。ランランラン、ランランラン。リアクターあたりにいればいいのでは。おう、停電や。しゃ。さ。ごめんごめん、噛み合った、ごめんね、テラゾー。あー、ごめんね、うん、あ、押しました。どうですか、あの砂亀疑われてるんだったら話したいんですけど、大丈夫ですか？ あるいは先に誰か話。先にあの死体のあった場所を確定させたいので、僕が7個を心電図で見て、標本室に向かったって言ったじゃないですか、うん、その後みんなが心電図に集まってきてるんだったら、7個とすれ違ってないってことは7個がどっちに向かったかわかると思うんで、フルコンマオムツはどうやって心電図にたどり着いたかを言ってほしい。はい、いやもう最初から全部言いますね。あのドロップシップから下に出ようとして、タスク残ってんの忘れて、一旦ドロップシップ戻った後、ストレージでマオとかが給油してんのを見てつ、俺も給油して、でその左側に回ってオフィスやったかな、うん、じゃあ左から左回りでオフィス入って、うん、オフィスのバイタル見て2回ぐらい二度見して、まだ生きてるわと思ってキルタイムクールをリフレッシュしようと思ってボタン押したら死んでたっていう。無痛は
無痛は右から入ったんですけど、結構長いこと心電図にいて、心電図周りのあのマグマのタスクとか心電図の左のタスクとかやって、であの心電図見てマグマやって心電図見てって感じで、かなり長いことをその心電図周りに滞留してた。じゃあ右に行ったけどすれ違う隙がなかったぐらいのタイミングってことかな、うん、左だとおかしいもんね。まだ暇じゃないんだけど、7個は一緒に心電図見てたってことじゃないのね。うん、見てた見てた、見てない、うん、序盤ね、うん、えっさっきちなみにボタン押したのって誰だったっけ。僕がリフレッシュしようと思って押したの。青さん押した。あ、そうそう、はい、それ見てた、うん、でその時に心電図は誰か見てたんだよね。一応あの砂溜もしも釣られる流れだったら話したいんですけど、な他になんか他に話すことあれば全然先話しちゃってください。俺砂さんってなんで釣られんの？釣られなかった。トリッピーと矛盾してるから。あ、そうだね。俺ね、俺が後出しなんだけど、ボイラーとウェポンの間のなんかピピピってするとこって砂さん言っちゃったんだけど、俺そこでタスク、うん、そこのタスクしてる途中で俺鳴ったんだよね。で自分もそこら辺でなった。だからお互いに見てないってこと。俺は見てなかったけど、砂溜さんは見てるはずなんだよね、俺のこと。一緒に行動してくれればいいのでは。ちょっと話したいかな。はい、あの、ね、多分デビタマが白を証明してくれると思うんで、あのちょっと自分の白証明のためにボタンを押させてください。はい、その勢いよし。はい、白目に取りました。先生。先生って言われました。またなんかなるかな。なっても俺行く気ないけど、いいっすか。こっちやったー。すいません、砂溜、はい、のためにシャット120秒なるべく手短に行きます。はい、ビーってなるおそらく20秒前ぐらいかな、コミュニケーションでデビ様と一緒になったのって、デビ様覚えてますかね。分かる。誰か覚えてないけど、コミュニケーションに一緒にいたのが危ねやったで、ドロップシップから私ストレージに行った後にコミュニケーションでやってたんですよね、うん、でコミュニケーションのタスクが終わったらデビ様が隣にいたんで、私の方が先にコミュニケーション入りました。でその後デビ様がコミュニケーション入りました、うん、でその後にあのウェポンの右手のタスクをやってました。でその時にデビ様がウェポンの窓からパパビップさんが入ってたの見えたって言ったんで、私と整合さん会うんですよね。私もその子でデビ様、あのパパビップさんがオフィスに入ったの見たので、確かに、で、確かに、でその後だから私の中でデビ様は結構比較的白いです、その証言も。でその後私がボイラーの方のタスクに向かおうと思って、うーん、 B だったんですけど、そこがウェポンの真上だったかボイラーの近くだったか、ごめんなさい、うろ覚えです。あの僕ちょっとトリピー側の意見が欲しい。砂溜さん殴るわけじゃないですけど、砂溜さんはそのピピピのとこのタスクまでって言ったんですけど、僕多分そこでやってたんで、後出しで砂溜さんそこにいたって言ったから、トリピー見てないのおかしくないですかっていうことを言ったって感じです。トリピーはボイラーとウェポンの間って言ったけど、砂溜さんはボイラーとウェポンの間って言った。多分言ったから僕が引っかかりました。あの僕最終位置あのサウスの S あたりにいて、オフィスからあ四角で囲ってあるウェポンの右側です、ね、なるほどね、この地図で言う。でアドミンから出てそこに行ったんで、アドミンに入ってはいないですね。アドミンから出てきましたね、僕。アドミンっていうか神殿図側から出てきた、うんうん、この建物から出てウェポン側に行ったんで、うんうんうん、死んでんの7個来てる、7個がそっちのドアから出てるの見てないんでしょ。魔王もフルコンも見てない、無痛さも見てない。忘れたってたらごめん、トリッピーが殴るで、殴るわけないなんて、トリスナでどう。だけどね、で私目線だとトキアンさんが正直サイクロです。え、マジでそうなるの。トキアン怪しい、私目線だと思う。なんで確かに死ぬからもん。俺も死ぬからもん。死ぬからじゃんって言うことないもんだって今俺。みんな白いわ。分からん、正直。誰が黒いんじゃこれ。誰も黒くねえぞこれ。分かんねえ。7個がどこで死んだのかマジ分からん。どっちに向かったんだあいつ。トキヤン、ウツ、ヘビル、ウツ、マオ。まあ、ボタン押さないのか、結局ボタン押す気はないのか。シュー、
もう押さなくていいのか。まあ、いっか。ランランラン。ん？ 2 人死んでない？ああ、押さなくてよかった。あれ？真央さん死んでる。無痛のか。マジ？2人死んでる。2人死んでる。マジ？誰？トリピーが見つけたけど、砂ザメさんと一緒に見つけました、エレクトリカルの上の道路で見つけて、ムズさんの死体です。エレクトリカルの上の道路で、建物の中、ね、ちなみにムツーさんは左のリアクター、魔王は右のリアクターに行ってて、左に行ったのデビル様と、あともう一人誰？僕と、左のリアクター、僕とトキアとムツー。あ、あとで、俺は先に途中で早めに出したい情報があるんで言ってきますよ。砂ザメさんも見てると思うけど、はい、その上から時矢さん普通に来たんだよね。そうですね、のように見えちゃったかな、うん、上から来たってこと？そう、いや、死体の方向から、死体の方向から普通に歩いてきた。あ、それだから、それもっと前。うん、真央さんどこ、上からってどこから来たの？僕エレクトリカルで死体見つけたって言ったんですけど、ボイラーとか大通ら辺のあの長い道路から死体見つけたんですよ、砂ザメさんと一緒に。はい、その時の長い道路の一番下ら辺で砂ザメさんタスク待ってる時に、多分そのトキヤさんが、上の長い廊下を通って来てるのは見てる。あ、ごめんなさい、で自分多分ハイデマやってたんで、そこをはっきり見てないですけど。あ、そっか。で、ハイデマやってたんだって。セキュリティとエレクトリカルの間のまっすぐ縦の道路でしょ。そこです、テラドさん。エレクトリカルボイラーの縦の長い道路の、セキュリティとエレクトリカル。あ、オーツの右、エレクトリカルの左。今、疑われてるから一気に言っていい？あ、それで言うなら、俺、ムツー、そのリアクター側行ったって言うんだったら、俺、ムツーととっくに先に分かれてるわけよ。そこデビちゃん白出ししてくれると思うんだけど、リアクター方面確かにムツーとデビちゃんと俺で行ったけど、2人行ってたから俺疑われてる状態だしと思って先にそこは降りてる。ムツーとはとっくに先に分かれてる俺、うん、ちなみに、トキヤさんさ、エレクトリカルの上の通路、ムツーさんの死体があった場所は通ってこっち来たってことですか？そこ通るしかないよね、だって。うん、だから通って、ってことはその時死体なかった。最後に、スキップ、スキップする、スキップする、もう一回話したい。二郎いたら終わるから、二郎いたら終わるから、トキヤさんが違ったら終わるから、トキヤは今回は釣らないけど、もう一回話さないとダメ。どうなんだろう。トリッピーは違います。僕終盤のマオの話できます。二郎いたら。二郎残ってたらね、大丈夫かな、これ トリッピー、砂ザメ、ん？俺に任せていいのか、いまいちわからんのだが、殺される。二郎いたらっていうか、トキアン、素晴らしい。ごめん、ボタンなかった。デビス様、ありがとう。二人でなんで押さなかったの？誰と二人で押さなかったの？あ、フルコン、デビス様です。はい、なるほど、ね。ごめん、なんか僕も今、うん、世界線、今、トキアン、疑われてるから、もし釣られるんだったら、もう一人、疑わしい人を残してほしくて、トキアン視点、デビス様はどうなの？いや、だからデビちゃんは言ってたけど、でもその後だから、ムツどこで別れたの、ムツデビちゃんと。僕はまず言うけど、僕は、ちょっと待ってね、エレクトリカルの方の道にバーって抜けてたのさ。うん、はいはい、はい、だから僕からスーって下に行って、オーツーにいたの。オーツーに行った、僕最終位置はオーツーなんだよね。うんうん、同じ道を通ったってこと、トキアンと。で、僕はその時に前バーって行っちゃったから、ムツとトキアンがどうなったか知らん。ああ、なるほど。じゃあ、トキアンしてもそう。いや、ちょっとなんか俺、デビ様の、位置関係っていうか、動きが今分かってないんだけど、まずリアクターに行って、その3人でリアクターに行くじゃん。うん。リアクターに行ってパーティー行って、僕はエレクトリカルの方に入って、エレクトリカルで、エレクトリカルの建物に入って、下にパーティーって O2 に行った。なるほど。はいはいはい。で、その時に、ムツーとトキアンがどうなったか、下、後ろの方だったか知らないんで、なんかちょっと立ち止まったりしてたからだと思うけど、時間がずい。じゃあ確実にデビちゃんの方が先に向かってるってことになるよね。すれ違ってもいないだから。デビ様は白だよね。トキアンかなって思うけどね。ただもう一個、これ、そのさっきちょっとごめん、いや、議論中に聞こえてちょっと動かしてなかったのが、ツヤバネさんが、そう、ハイデマいじった。そう。ツヤバネさん、何もう一回言って。ツヤバネさんどこでハイデマいじってるってさ。ハイデマ。O2
の近くの なんていうんだ長い通路の終わり側、O2 側、はいはいはい、右下ね、はい、長い通路の右下ね、この配電盤を開いてる最中にトリピが待っててくれたんですよ ね、待ってる時に僕はトキヤンさんが上から下に流れてくるから、なるほど、で自分の配電盤が終わった瞬間にトキヤンさんが隣に立ってたっていう感じです、ね、じゃあもうトキヤン、ほぼほぼトキヤンじゃないのこれ、マジか、いやなんかでもね、ちょっと今の話出せなくてすいません、まだあのデビさんは大丈夫、俺会ってないのが不安なんだけど、デビちゃんと、うん、マオの話もしたいな、マオの話、マオくんの話、そのためおっしゃいました、前押したんだよね毎回わかんなくなるわ、押したんだよね、もう確認できねえぞ、来てる、はい、煮詰まってまいりました、はい、はいはいはい、真央さんですけど、ちょっと情報出させてください、はい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 、僕がちょっとリアクターの右直したの僕と真央なんですよ、はい、だよね、うん、そう、うん、でその後ラボの方に行って、そ途中まで一緒で、で僕タスクやってる間に真央がね戻ってったのよ、左に、だから、はいはいはい、最初死んでる位置って、うん、なんだろうの、なんか上の方、あのリアクターのちょっと下らへんとかあの辺かなっていう感じするんですよ、だから下の方にいた人じゃないんじゃないかなっていう、俺は全く誰にも見られてないから証明しようがないけど、最後心電図を見て2人死んでることを確認し、ボタンを押す直前でリポートが鳴ったって感じ、なるほど、うん、なるほど、まあ、で今回白角でトリッピー砂ザメずっと一緒にいたから、ここはもう白角なんですよ、そうだね、白角だね、砂ザメは白角なんだ、うん、はい、ミキル発信してるんだもんね、この状況、うん、で、まあ、フルコンちょっと一番最初のあの心電図を見てたメンバーでもあるので、あ、若干白目には見てほしいなと、あの魔王とムツーさんがやられてて、その後僕で見てたんですよ。いや、多分正直な話、もう砂ザメトリッピーが白白って分かったら、多分砂ザメトリッピーはお互い勘違いが起こってました以上だと思うんですよね。はい、そういう以上です。ってことは、あの日浮いてたのってトキアンさんが右エリアに浮いてました。なので、初日のキル、ナノコさんキルはトキアンさん、ムツーさんキルもトキアンさん、マオさんキルがさあラストウルフ誰でしょうっていう盤面かなとは思ってます。そう、そういうなるか。あ、なるほどね。ここまでいったらまあ確かに、うん、そうだね。デビさんじゃなくてフルコンさんとかの方がいいのか、キルする。でそうなると、ね、デビ様が O2 行ったっていうのを信じるんだったら、まあテラゾーフルコンパパビップのうちの誰かなんだろうなと思うし。だからトリッピー視点だと、そのトゲアンさんが来るタイミングで結構俺ら砂ザメさんのタスクを待ってた間、俺廊下にずっといたから、そうそうそう、だからあのいつ O2 に来たんだろう、デビ様がってのだけ引っかかるけど、あ、もうこれフルコンさん、パパビップ何してたの、俺は普通にタスクしてたんで、テラゾーとかどこにいたの、鳴らされた時どこだ、仮になんか魔王さんキルで俺が最後行ったのはボタン押してほしいし、まあ、オフィスね、じゃあ俺どう、どうなんだろう、白くんに行こう、もう一回ボタン押さないとこれ色痛まよ、やばい、神さんの一緒のボタン白角だから、砂ザメトリッピーは白角、またこの状況かいな、タスクできないんだけど、していいのかな、しちゃダメかな、うーってなりそうだけど、まあなるわな最後なんて言ってた、最後ごめん、トリッピー寝たこと聞こえなかった、砂ザメトリッピーは隠しろだから一緒に行動っていう話でしょ、あーなるほど、砂ザメトリッピーって聞こえた、聞こえなさい、あの最終位置思い出したんで言いますね、コミュニケーションの後にコミュニケーションの左側のあの外側にある三角の筒みたいなあのタスクをやって、それってさ、うん、右と左側か、この左側、左コミュニケーションの左側にいて、はいはいはい、でその三角の筒みたいなタスクをやって、そこから、左側にタスクがいっぱい残ってたんでボイラーの方に向かおうとしたところでなりました、うん、だから真央さんはね多分もっと上の方だと思うんだよね、多分そうだとしたら、うん、まあ、フルコンさんもデビ様がフルコンさんもね、フルコンさんかテラゾーだとは思うんだけど、ま、今真央の情報出した、あの俺はトキアンがイチローだと思ってるから、デビルトキアンの可能性もあると思ってるよ、まあね、確かにね、あ、位置的にそのデビルトキアンさんが上にいたんであれば、デビルトキアン
ネビルとキアン。あのさ、マオが戻ってきた先が、俺はつままらずに残ってる。ネビルとキアンで殺したとして、マオいつ殺すんだよ。そう、マオさんのキルが難しいんだよ。だからデビ様がいる場所偽ってる説があって、いやでも僕あのエレクトリカルの右側の通路、トリッピーとスナザメがいたんでしょ。そうですね。そのすぐ右側の O2 のところに、そこって見えないの？いやだからこそ逆にちょっと白くなっちゃって自分の中で、あの後出しだったらもっと違うとこ言うでしょみたいにちょっと思っちゃってて、デビさんめっちゃここら辺の情報聞こうとしてたんだよね。でも最初の容疑者ってそもそも砂ザメ、トリッピー、トキアンぐらいしかいなかったんじゃなかった？だからあの完全にマオ君キルした人が誰でしょう、ね、でテラゾー、ババベック、フルコンが完全に浮いちゃってるように見えちゃうかなっていう。これローラーしないでもう一郎落ちてると思っていい？一郎落ちてると思います。ね、トキアンだと思うけどね。うん、なんでスキップします。そうじゃなかったら終わるよね。スキップします。スキップします。スキップします。はい、あ、スキップできなかった。うーん、マジか。 OK です。お、トリマジか、マジかってなんだよ。わかんないね、正直。停電かいな。停電なんて無視していいんだかな。まあまだ全然タスク終わってないし、タスク勝つの無理だ。パパビップデビル。パパビップデビル、どこ行ったんだ。ラボ行くか。フルコン？なんすか今の行動は。今の行動はなんすか。怪しくね。ちょ、怖すぎて。フルコンさんの今の行動は一体何？超怖いんだけど。フルコンさんって怪しい位置じゃないよな。あれ？フルコンさんって怪しい位置なのか。ラボに3人。死んでるかな？死んでる。パパビップ死んでる。パパビップが死んでる？どこでだ？直さないと。パパビップ死んどるかな。いいね。あー、殺された。デビル様やんけ。やっぱりフフ殺されとるが。死にまくっとるよ。ないんだけど。死にまくっとる。おお、はい、見つかりました。はい、二択。いや正直あのちょっと僕言いますね、情報いろいろ出せる。あの砂取りと僕は城取りたかったんで、絶対ほぼ砂取りと一緒にいたんすよ。うん、で、であのラボの方からで停電起こったじゃないですか。で、はいはい、左の方向かってたらテラゾーが右に向かっていくのがちらっと見えたんすよ、ね。うん、で、うーんって思いながらあの神殿図の方に行ったら2人死んでたんで、やべえと思って、テラゾーが右に向かってたの分かってたんで、もう停電よりも先に見つけることを急いで右に方に向かっていきました。でここでセルフするのもかなり危ないと思うので、これは、まあ、これは僕からするともうフルコン怪しいとしか言いようがないけど、ただ情報が別に僕もほぼ誰かに違ったのリアクターでやったじゃん。リアクターにいたのはテラゾーさんとフルコンさんとデビデビデビ、うん、デビ様で、その後下に行ってっていう風になって、その時そうだな、それからもう ほぼ人と会ってないんだよね、ずっとタスクしてて。まあちょっと今テラゾーの彼が死んだんだ。なんでなんで？テラゾー
パパビップが死にました。ね、フルコース一緒にいたんだよ。ね、かなり一キルだったらともかく二キルは無理な気がするんだよなっていうので。まあ、ただ僕が信じてほしいのはさっきのリアクターの話かな。その一番最初のあのトキヤと僕とあの誰だっけムツーか。リアクターの時、あの時じゃ僕が人狼だったらトキヤと3人で一緒にいましたって言うかっていう話だもん。まあいやーちょっとあートリッピーどうしましょう。私ちょっとデミ様かなって正直ちょっと。でもね、マオさんのデミフルコースなのか可能性あると思うんだよね。うん、なんでデミ、なんでデミさんがトキヤさん。え、じゃあどっち行く？私デミさん行く。デミさん行く。じゃあデミさん行く。お客様どうしよう。生きるは無理な気がするんだけど。正しい判断をしてあーい、あーい、あーい、出たー。ほらやっぱり二郎だったじゃねえか。いやー怖かった最後。ナイス。デビさんは二級したの。テンション上がったわ。いやデビちゃんマジですごかったな。すごかった。いや俺もあの心電図で二人死んでるの見つけた瞬間戦列走った。ああ、ちょっと待って。もうちょっとそばにいてくれたら。ええ。デビ様とトキヤさんです。そこは、そこの二郎。ほら。秒で気にしてちゃった。そうそう。なんか、それだけ気にしてたのが良かったんだよ、あそこだから。いや秒で切り捨ててなかったよ。ちょっとなんか歯切れが悪いというか、やっぱり一緒にいたからどうしてもお互いがお互いを疑い合わなきゃいけない位置なのに、最初はあんま疑ってない感じになってたから、そう、ちょっと怪しかったね。あそこはやっぱダブルキルでしたね、ムツマオさん。そうそうそう、上でダブルキルやって下に行って、でスレッドリピーを植えて、いや今回は団体行動するよと思ってデビ様とトキアンといたら両方ともインポスマジ地獄だよね。その3人一緒に行動してたもんね。マオが適当に殺したらマオが横にやべえと思ってトキアンがバーン走って殺す。素晴らしい。普通はデビ様が殺してマオをあのトキアンが殺したんかな。そうそう、なるほどな。そうなんだ。逆だったのか。そう。僕がもう我慢できなくなって殺しちゃって。デビさん、マオさんおると思って。そう。俺に直前で見られてるやん、リアクターの左に3人で行くの。じゃあまあうまいことダブルキルになったってことだ。そうでも、そう、俺で死んだ後デビ様が来たから、デビ様見て僕の死に姿って言ったらスーって逃げてったから。それはそうだよ、インポスターなんだもんね。じゃあマオを殺した時のデビ様のあの O2 って最終位置は先出しでうまいこと嘘ついたってこと。いや本当に O2 にいたの。そうなんだ。あ、そうなんだ。そうなんだ。弁当移動ではなくて普通に廊下下に。弁当で移動した。やっぱそう。ああ、弁当で。そういうこと。だから変だったな。なんで見ないんだよ。これからの下の弁当か。なるほどなるほど。だからそこちょっと怖かったから、いつもその話されたら、いやテラゾーさ、最終的に何なんか雑な黒塗り渡されたなと思ったんだ。やらないでほしいなって。いや最後超迷ったまま最後すべて、まあ、フルコンさんと一緒にいる時がすげえ多かったんで、もう2人は殺せないと、ね、いや強かった、うん、フルコンさんが偉かったマジで、あの動きは確かにマジで、あの判断材料だけ、うん、そう、あもう判断あれさえなければフラットだったもん、本当にギリギリだな。いやそうだよね。いやマジですごかった本当に。テラゾーとすれ違えてよかった。ほんまに。これあれだな、喋る人がこんだけ揃うとなんか自分がなんか言ってても途中で遮られるから、肝心なこと言っても結構いけるな。結構逃げられるな。うん。なるほどな。いやいいゲームでしたね今のはね。ありがとうございます。本当にナイスマッチでした。全部面白い。惜しかったね。全部面白い。いやテラゾーさんどこ切り抜くか迷うんじゃないですか。切り抜けね。全部あげます。最初の方で死んでるんだけどマジで。むつ早いんだよ死ぬの。なんでそんな死にやすいんだ。さあもう一社行こうか。あ僕はあるこれで抜けますね。ゴリ寄せなかった。お疲れ。抜けるぞ。お疲れ様でした。まあもう24時ですから抜けたい方は抜けていただいて、あのフレンドになってなかった人はみんな送っといたんでよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様、ありがとう。お疲れ様です。パパ、まあちょっと2人抜けるんだったらじゃあ
ちょっと自分もっていう感じかな。そうですね。じゃあここで、この回はお開きとさせていただきましょうか。やったもんね。そうですね。めちゃめちゃやったわ。いやーなんかね、あの弁体が腹でよじれるほど笑ったあの時が全員が弁当のことを主張してる5人が弁当の話をするっていうのがもう面白くって、何誰が何言ってるか全然わかんねえっていうのが、あれはまた機会があったらこのメンバーでやりたいと思いますんで。今日3回ぐらい喋ってないから怪しいって言われたから、ちょっともうちょっとあかんわ言わんと。ついでも下手なこと言えんのよマジで、これこのメンバーだと。わかる。そうむずいね、だからその塩梅が。記憶もトリッピーと全然分かんなかったな、もういらんのやつ。だいぶいやあれは沼ってしまった記憶が。砂沢さん来るのと思ってたけど違った。あんだけ弁当でさ、だって弁当入ったとこと出たとこ見られてるの釣られない。すごすぎるよ。聞いたことない。フルパッション。逃げられた。フルパッションだったもん。フルパッションで、もうなんか弁当出たの見たのにもう笑いがこらえられなくて、もうそれが喋れなくってもう。いやーすごかった、あのパッションの、はい、まさか同時期にフルゴンさんも弁当から出てたと思わなかったから。モグラ叩きじゃないんだからさ、そんなめちゃ動いてる。砂染さん推理バチバチでしたね。俺あの、うん、トキヤさん一人でやられてたから、うんうん、あのずっとみんなで奈良子さんいつ殺されたの話してて、ずっと疑われてたかったトキヤさんが一瞬で砂染さんがサイクロトキヤさんかなって言った瞬間に痺れたね。あれもうあれマジで震えたもん。あれは単純にその浮いてる位置がトキアンさんしかちょっといなかった。あで、そこを透けて見えてんのすげえなと思った。見せなかったよね、あれトキアン。もう見せなかった。このあろうと思った、本当に。許せない俺の方ですよ、本当。なんかこう今、新鮮、取り立てピチピチ死んだぞみたいな感じで盛り上がってるけどさ、こっちつまんねえっつの俺死んでた。いやあれどこで死んでたの。いや、本当にあのラボで、トキアさんに、グキってやられた瞬間に呼ばれた。そう。面白かった。だから俺がそんなタイミングだったけど、心電図見てたって言われた瞬間、ああって思っちゃった。右からじゃあ右の上のラブ行って、ね、でボタン押す手前で死んだのか。ってこと？そう、もう直前直前。オフィスから行ったってことよね。オフィスでテラゾン見てたっつってたもんね。あ、多分そうじゃない。だからラボ。だからオフィスで見てたの俺だっけあれ？あ、テラゾンさんがその標本室で七子さんあたりを見て。右に抜けたのを見たっていう材料と、あとは右側エリアでアリバイがなかったのがトキアンさんだけだった。ずっとオフィスから右に抜けたって言ったから、あれ俺怪しくねって思いながら話をしてたんだよね、ずっと。あれトキアンさん目線だともうずっとみんなが議論時間潰してくれてるからハッピーだったでしょうなと思って。そうだからもう一回ちょっとあれ誰にボタン押したんだっけとか言って時間稼いだんですよ。白濃いあかんかったわ。白濃いな。僕もここら辺でできます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、できます。今回の配信の感想は、はい、シャープ最強アモアスのタグで、はい、募集しておりますので、ツイッターとかで感想をお願いします。はい。じゃあ私も、はい、多少バグって申し訳なかったです。そんなとこで、はい。超楽しかった。本当楽しかった今日本当。また一緒にやりましょう。ぜひぜひ。ぜひぜひ。はい。寺田さんありがとう本当に今日は。寺田さん本当に。ありがとう参加してくれて。